確かに。あなたが冴島靖子とつながっているという証拠を見せてください。ああ、分かった。1億持っていこう。おお、それでどうだ。1億。小室地区、あ、これか、これだ、これっぽい。オッケー、これだね。入ってみよう。よかった、あったあった。で、なんかすごい、ゆっくり歩くとちょっと面白くない？待って、なんかちょっとヘコヘコしてる。ちょっと可愛いかも。 OK。 で、話せる人がいますか。調べる。何かあるようだ。あ、コインロッカー、ちょうどここのコインロッカーかな。それはいいんですけど、話す、どうだ。あ、これ、いや、ビリヤードじゃないんだよ。ビリヤードじゃなくて、この人かな。あ、大丈夫そう、いらっしゃいませ。この人で、うん、オッケーオッケー。矢部という風俗ライターを知ってる。え、一昨日もいらっしゃいました。そっか、矢部は殺された、知ってるかな。え、あ、知らない。そりゃショックだよね。あの女に関わったから殺されたのよ。おっと、香港から来た女だな。知ってる、知ってるの。ある組織とつながっていた女だ。うん、その女、組織のかなり重要な情報を矢部さんに教えてみたい、教えていたみたい。なるほど、それをこの人も知ってるんだね。わからないのはそこだ。組織の情報を流したら自分の命が危ないだろう。うん、女は恋に落ちると、あー、後先考えなくなっちゃうものだから。あ、そうなんだ。矢部に惚れていたのか。なるほど、あの人はモテたでしょうね。そっか、かっこいい人なのかな。それかめちゃめちゃ話がうまいとか。なるほど、色仕掛けで落としたわけか。女を騙した罰が当たったのよ。そっか。矢部は仕入れたネタをどこかに隠したらしい。心当たりはないか。うん、探し出してどうするつもり。同じこと聞かれるね。組織を潰す。信用していいのね。あ、この人が知ってるのか。あ、地下街のロッカーに預けてある。そう言ってた。え、それさっき拾った鍵もしかして。ありがとうよ。え、矢部さんが命がけで掴んだネタ無駄にしないで。うん、あんたも矢部に惚れてたのか。どうなの。あ、ただの常連、それだけ。本当、そうか、じゃあな。どうなんだろう。え、さっき鍵拾ったけど、まさかこれかい。鍵はどこ。あいつらは島と先を越されたか。そっか、そのバッグこっちに渡してもらうぜ。なんだ、そっか、鍵はとかそういう話じゃなかったのね。イベントが起きるのか。これが何か知ってる風だな。ならちょうどいい、ここで消えてもらおうか。おっと、お、こんなところで戦う怪しい男、怪しすぎる。オッケー、倒しました。せっかくだから最後逮捕したかったけど、ヒートゲージ足りなかった。さて、あ、すごい、みんなグデンってなってる。資料の束だ。これが矢部が命がけで手にしたネタか。うん、なんだ、資料以外にも何かあるな。指輪と手紙。お、宛名は三つ子、あのバーテンか。おっと、届けてやるか。む、その本当に好きだったのはこの方みたいなこと。さて、でももう亡くなってるから悲しいね。あんたの誕生日一緒に祝うつもりでいたんだな。あ、あの女には関わるなって何度も言ったのに。そっか、このネタを記事にして組織の実態に迫ろうとしたんだろうな。うん、どんなことが書いてあるの。そうだね、組織の活動内容だ。現地の女性のスカウト、偽造パスポートの製造、日本人男性との偽装結婚の斡旋、直営店の展開。なるほど、それで組織を潰せるの。うん、どうなんだ。ああ、これだけじゃ決定的な証拠にはならない。だが組織の全貌を暴く重要な手がかりにはなりそうだ。そっか、そう、うん、谷村さん、これ受け取ってもらえる。なんだろう。あ、竜の瞳、はい、なんかお礼かな。あら、持ち物いっぱい。OK。あの人がいつもお守り代わりにしてたの。持ってると辛いだけだから。そっか。
わかった、もらっておくよ。辛いね。矢部さんの残したこのネタで必ずブリッジの尻尾を掴んでみせるさ。そうだね。ええ、なるほど。どうやって終わるんだ。まだこれじゃ決定的な証拠ではないのか。とりあえずまたサキちゃんとこ行くのかな。さてさて、あ、これはこれで終わっちゃうんだ。なるほど。あー、ごめんなさいね。なんか書いてあるかな。あ、缶になってるね。あ、じゃあまた発生するんだ多分。またどっか行ったら、あ、そういえば鍵拾ったっけ。なんか見てみる。さっき鍵拾ったのは、はい、石でした。持ち物いっぱい。 OK。 あの、あそこで拾った鍵で開けるのかと思ったよね。あ、間違えた間違えた。下るじゃない下るじゃない。また多分なんかしたら発生するんだと思うんですけど、さっきはあの割と外出てすぐだったよね。外出てすぐに発生したんだけど、出てすぐ電話かかってきたりとかするかな。しないか。ちょっとセーブしようかな。はい、というわけで動画の時間がちょっと足りなくなっちゃったので付け加えていこうと思います。あの、前回やってたさきちゃんとかが出てくるサブストーリーは多分この章だともう続きができないっぽいので、この車から1億円回収するのをやっちゃおうかなと思います。というわけで早速パーキングに来たんだけれども、本当にこれ1台ずつ調べるの。なんかヒントなんかあるね。コインロッカーかな、これは。コインロッカーだね。なんかヒントない。あ、1台ずつ鍵を確かめるしかなさそうって言ってるね。なんか誰かさあ、ほら、こうやってなんか見てる人とかが、これは調べられないか。なんか言ってたりとかしない。鍵を使ってみよう。合わない、この車ではない。意外とそんな調べられる車実は少ないのかな。この辺はない。これは調べられそうだね。あ、調べられないわ。あれ、何色の車とか言ってたっけ。あ、意外と調べられる車少なそうだな。ちょっと待って、そこなんかある。またコインロッカーかな。あ、もうちょっと近くないとダメ。これで大丈夫かな。うん、主観モードしなくても拾えましたね。そんな車の下、この車の人がさ隠したのかもしれないよ。車、車、ちょっと待って。あ、意外と調べられる車は少なそうだけど、どれだ、この辺は。これも違う。あとこれぐらいしか。あ、こっちもあるか。人が見てるから違うか。これは違う。え、調べられないよね本当に。え、調べる、あ、出た。あれ、もしかして見逃してるじゃん。見逃してるか。これも違う。ちょっと待って、なんかその調べるって出る場所はすごい難しいところ。あ、待って、あれだな。じゃあ、あ、でもよかった、合ってた、開いた、よかった。あれだね、あの、その調べるって出る場所がさ、ちょっともうちょっと近づいたりしないとちゃんと出なかったかもしれないと思ったんだけど、開いたからよかった。うん、アタッシュケースがある、これだなと。アタッシュケースを手に入れた、よかった。よし、1億円入ったアタッシュケースは手に入れた。あとは葛城の連絡先を調べよう。うん、お、葛城と連絡を取れ。葛城さんか。うん、連絡先心当たりがないな。どうやって連絡を取れば。そうだね。あ、これは今メインストーリーは出てないのか。出てないね。とりあえず外出るか。どこから外に出れますか。どこでもいいかな。とりあえずこの辺から出て、なんか電話とかかかってくるかな。つら、ああ、来た来た。よかった。さて。はい、もしもし。お、谷村さんかい。あ、羊だよ。どなたですか。あ、そうだが、あんたは誰だ。ふふ。
まあそんなことはいい。手短に行こう。誰だろう。あんたカツラギの情報を欲しがってるな。すごいピンポイントどっかで見てたな。なぜそれを。まあそれが俺の仕事だからな。あんたに情報を流した方がいろいろと都合がいいんだ。これ花屋さんとかじゃないよね。なんかこう上からっていうか、なんていうの、監視カメラとかでいつでも見てて電話かけてくるって花屋さんじゃないよね、まさか。そうか。だからどこの誰かもわからないやつの情報、素直には信じないぜ。うん、そうだな。だが俺の情報以外に何か手がかりはあるのか。え、誰だろう。いや、そうだろうな。まあ信じるかどうかは別だ。まずは情報が欲しいところだろう。あれっていうか花屋さんって出てきたっけ。あ、西島さんで行ったか。西島さん、そうだよね、花屋さん探したもんね。ああ、分かった。ありがたく教えてもらおう。賢明だな。だが悪いが、ただでは教えられない。うん、何と交換、闘技場なんだと、どういうことだ。何、金を取ろうってんじゃない。あんたの刑事としての、これなんて読むの、わかんない、読めない。確かめさせてもらう。素養、素養、わからん。意味はなんとなくわかるけど。これからあんたの携帯にメールを送る。それを達成してみろ。はい、じゃあな。え、おい、ちょっと待って、なんだろう。ツーツー、これツーツーって口で言ってたら面白いよねツーツーって向こうが、おメール来る、おメール。あ、来た。なんだろう。この景色が見える場所に情報屋を待たせている。早く行くんだな。どこ、これ、上だよね。でもね、上ではありそうだけど、なんだその、でもなんか今の塔みたいなのって、そんな建物はたくさんないと思うから、あのなんだっけ、カムロキャッスルじゃなくてその辺じゃ、あ、ちょっとセーブしようかな。なんかさ、あ、ごめんなさいね、ごめんなさいめちゃめちゃぶつかっちゃった、ごめんなさいね。なんか、あ、ちゃんとあれだね、目的地出ないんだね。なんかどの辺だっけ。いや、あのなんかあれなんだ、煙突、煙突じゃないか。あんな建物は一個しかないような気がするけど、それが見える場所でしょ。ちょっと待って、どこだっけ、そもそもどこだっけ。いや、こっちじゃないな。そもそもあのなんかお城みたいな建物どこだっけ。なんかこの辺じゃなかったっけ。中道通り裏とかじゃない。中道通り裏、ここじゃん。待って、この辺のこれじゃないの。これ、これだよね多分。ちょっと上まで見れないけど、多分これだと思うんだけど。あ、カムロキャッスルね。これが見えるとこじゃないの多分さ。ちょっと上まで見えないけど、この辺の部分、この辺の部分の上がそうなってるんじゃないかな。ってことはその近くの上登れる場所、それ、その矢印が上登れるところか。そのなんか矢印ついてるのはどこだ。これか。この辺登って、違うかな。その人か。この人っぽくない？お花持ってるよ。違う？あ、合ってる合ってる、よかった。あんたが谷村さんかい。あ、でもお花持ってるからやっぱ花屋さんかもね。なんか情報を渡す時に花束がどうのみたいに言ってなかったっけ。そうだ、あんたが電話をよこしたのか。電話なんて知らない、俺は。あー、やっぱそうだね、ボスに言われてきただけだ。これを受け取ってくれ。うん、そうだよね、お花を使ってたって言ってたよね、確か。なんだこれは。そうよね、いきなりもらったらね。ふふふ、確かに渡したからな、よかった一発で来れて。めっちゃ迷うかと思った。なんだこの花束に何が。うん、中に何か入ってん、うんうんうん、うん、中に紙が入っている。さすが谷村刑事だ、合格だ、約束の情報だ。お、よかった。しばらくす、すごい、葛城から連絡が来るだろう。だって
その後どうするかはあんたの交渉次第だ。無駄にするなよ。うん、そうか。え、なんで協力してくれるんだろう。あ、また電話に電話。あ、これ桂木さん。モスモス、カムロ署の谷村さんですね。どうして私に連絡を。よかった、つながった。あんたと取引がしたい。うん、取引。実は今冴島康子を俺が預かっている。そうだね。警察にはまだ報告していない。うん、あくまで俺が身柄を拘束している状態だ。はい、なるほど。あんたが冴島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。うん、もちろん25年前の事件のこともな。おお。あんたはまだ冴島康子が必要なはずだ。違うか。そうだね。それで私にどうしろと。俺は25年前の事件を追っている。うん。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由、それが知りたい。うん。もしかして息子さんですか。はい、あの刑事さんの。そうです。あんたが取引に応じてくれれば冴島康子の身柄は渡せ。うん、どうだ。25年前の真相俺に教えてくれないか。どうだろう。条件があります。お、条件。私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。まあそうよね。それに電話ではあなたが冴島康子の身柄を拘束しているという確認もできない。確かに。あなたが冴島康子とつながっているという証拠を見せてください。ああ、わかった。1億持っていこう。お、それでどうだ。1億。ああ、あんたが康子さんに要求した1億だ。うん、その金が今俺の手元にある。そうね。お、康子さんが用意したものだ。取引の際その金を持っていく。うん、俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ。どうだろう。1億ですか。1階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。そうね。いいでしょう。お会いしましょう。お、よかった。明日でどうだ。構いません。場所は神室町ミレニアムタワーの前で。お、そんな目立つ場所で。どうやら頭のいい方のようだ。ん？一番人通りの多い場所と時間。ああ。公衆の面前なら襲われる危険も少ない。わざとね。いいでしょう。5時、ミレニアムタワー前。うん。先に使いの者に1億を確認させます。それでもいいですか？はい。では明日。お、オッケー。うん、葛城との約束は明日の17時、故郷ふるさとに戻って休むとするかと。うん、オッケー。あ、よかった、進んだね。まあ葛城さんはなんかこういきなり襲いかかってくるみたいなタイプの人ではないもんね。血の気が多い。なんて言ったらいいの、あの龍が如く3の神田だっけみたいなキャラクターとはちょっと違うよね。で、ちょび丸餃子、小さいには訳があるらしい。いいですね。待って、ここから出たいよ。私はどっから来たっけ。私これどっから来たの。どっから来たの。この辺かな。こっちか。じゃあ戻って休んだら進むんだね。オッケー。いや、楽しみだね。楽しみってなんていうの、どう進むかっていうことだね。葛城さんに会うのが別にそんなに楽しみなわけではないんですけど、この後どうストーリーが進むのかっていうのは楽しみではあります。だって一応さ、ほら、安子ちゃんの話はしたわけだけど、でも守るって言ったわけじゃん、本人にはさ。だから実際には身柄は渡さないわけだよね。あれ、ここでいいんだよね。入り組んでいる。あー、道が狭い。なんだ、大丈夫。あ、っていうかさ、ナイールさん話したいんだけど、ナイールさんどこにいるんだっけ。ナイールさん、はあ、やばい、めっちゃ迷っちゃったけど、なんとかここに来れた。よし、話してみよう、ナイールさん。谷村さん、その荷物は何ん。あ、
そうなんだ、私ケース持ったままじゃ組手も操作もできない。そっか、なんだ気になってたから、じゃあ先に来ればよかった。そっか、アタッシュケースそんな、まあそうだよね、1億円も持ったままじゃってことん。調べる。あ、コインロッカーの鍵、あ、こんなところに。全然視界に入ってなかったけど、ちょっと待って、ここめっちゃ酔う、めっちゃ酔うよ。待てよ、歩くのどうやって歩くんだっけ。こうか、歩いたら少しマシかな。で、お店は狭くてさ、ここの道が狭いとこめっちゃ走るとぐるんぐるんなっちゃう。オッケー、やっと戻ってこれた。いや大変だった。お、あーまーちゃんどうだい、アタッシュケースは見つかったかい。見つかったよ。あ、車のトランクから見つかったよ。やすこさんからどの車か聞き忘れたからちょっと苦労したけどね。うん、わ、すぐ見つかってよかったですね。それでその後勝崎と連絡がついて明日会うことになった。うん。何？何？え、本当かい、それは大変だ。なんで？きっと何か企んでるに違いない。ああ、しっかり準備しとけよ。まあまあそうだね。ああそうだな、ちょっとこのアタッシュケースを預かっておいてくれ。え、大丈夫？大丈夫、取られちゃったりしない？ねえ。オッケー、そっか、まあ、準備した方がいいっていう感じなのか。オッケー、まあとりあえずちょっとセーブしようかな。オッケー、ちょっとセーブしてきて、アタッシュケースがこれでなくなったんでちょっと話してみようかなと思います。これでどうだろう、はい、あ、谷村さんどうしたの。うん、操作状況を確認する、組手をする、組手やってみるか。組手の相手をお願いしようかな。うん、どうなるんだろう。うん、分かった。じゃあ今回は基本の受け流しをおさらいする組手をしよう。あ、うん、これでも新しい技覚えられるっていうかチュートリアル確認みたいな感じ。あくまで組手だから道具は使っちゃダメだよ。うん、え、なんかレベルアップしたりするのかな。じゃあ準備はいい、ちょっとまあやってみよう。え、なんかチュートリアルの確認か、わかんないね。お、ナイルの組手、あ、すごいかっこいい。準備はいいか。お、なんか強そう、待って、強そう、めっちゃ強そう。お、待って、強いかも。え、これ倒したらなんか、あー、すごい、かわされた。うわ、強っ、ちょっと待って、めっちゃ強い、めっちゃ強いな。これは確かに私強いんだって言うのもわかる。ちょっと待って、なかなか攻撃が、後ろ下がりながら蹴りするのすごいね。いや、なんか攻撃食らっちゃうな、なかなかかわせないね。え、普通に倒していいの、普通に倒していいのか。かわされるね、さっき1回だけかわせたけど、ちょっと全然攻撃が。 OK、 ナイス、おお、すごい、かわされるのもなんか楽しいな。ナイス、つかめる、つかめないか、つかめるね。あー、でも離されちゃうか。ナイス、おお、あ、すごいね、かわした後すぐかわされるね。ピヨピヨしちゃうな。なんかレベルアップしたりするのかな、組、なんだっけ、かわしが、受け流しがレベルアップとか、例えば。おーおーおーおお、強いな。あー、待って、負けちゃった、めっちゃ強い。そっか、回復できないから、道具使えないから、え、全然勝てないかも。強いわ、あれ、勝っちゃった。谷村さん手加減してたでしょ。いやいやいや、めちゃめちゃ強いですナイルさん。そんなことない、結構真面目にやったつもりなんだけどね。うん、いや勝てないわ。そっか、じゃあ谷村さん鍛え直してもう一回。うん、そうだな、組手とはいえやられたままじゃすっきりしないし。え、なんかレベルアップするのかな、その調子頑張ってと。いや、あ、もうちょっと谷村さん瀕死よ。すごい顔しょんぼりしちゃった。いや強いわ。こっちのじゃあ操作は、まあもうちょっとレベルアップしてからもう一回やってみましょう。うん、どうなってるか聞いてみよう。現状はこんな感じ。あ、ん？犯人は現在日本に滞在している東南アジア系の男性。ナイルたちは捜査の許可書を持っているが、あー、これは前見て、一番最初に言ってたやつか。逮捕はできないって言ってたもんね。今入ってる情報はこれだけ。なるほど。あー、わかった。ありがとう。
そっか。OK、じゃあ、谷村さんすごい顔だったんだけど。いや、悔しいな。めっちゃ強いわ。もうちょっと強くなってからやろうかな。OK、そしたら、一回ここで終わりにしようかな。ちょっとここまで降りてきちゃったけど。すごい顔なんですけど。はい、ちょっと、付け足し分なんで、一回ここで終わりにしようかなと思います。うん。というわけで、じゃあ、今回はっていうか、ずいぶん長く撮ってるはずなんだけど、典型撮ったり、さきちゃんに会ったりしたのかな。うん。で、今回は1億円取りに行ったりしましたね。はい、というわけで、さきちゃんのあのサブストーリー、めちゃめちゃ気になりますよね。ね、ダメだ、この顔見ると笑いそうになっちゃう。ね、谷村さんのお父さんのことが、ね、どうやら本当のお父さんではないっていう風な話とか出てましたし、あれをサブストーリーでやるんだっていうのはびっくりでしたけど、はい、本当に気になるので、多分章が変わらないと続き出ないっぽいので、必ずクリアしましょう。うん。あとナイールさんの組手勝ちたいですね。はい。うん。で、あとなんだ、典型面白かったですね。でもやっぱり冴島さんの典型のインパクトすごかったかな。なんせ失敗しても熊の木彫りがね出来上がるっていうね、相当面白かったですけど、はい、谷村さんは絵がめっちゃ上手っていうね感じでしたね。うん、そんなもんかな。はい、というわけで、じゃあ次回ね、じゃあメインストーリーの続きやっていきましょう。楽しみですね。桂木さんと会うのにもしかしたらバトルするかもしれないので、ちょっと回復とか準備してから行きたいと思います。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。なんか生ビールチカチカしてるね。なんか生ビールチカチカしてやだな。はい、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとツイッター X やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。